青バイは、大阪府警において採用されている、青色のパトローリオオートバイの故障である。大阪府警にのみ採用されている CB400SF、青バイ大阪府は、1980年代から2000年代初頭までの間、ひったくり発生件数が、全国ワースト1の常連となるほどひったくりが、多発していた。府警は年にひったくり、対策として、 地域部にひったくり、対策を主任務とする自動二輪車部隊、スカイブルー隊を創設した。2000年代に入ると府内のひったくり発生件数は、下降に転じ、2010年にはワースト1を返上。翌2011年に再びワースト1となったが2020年にワースト1を再返上した。件数は、ピーク時の5%以下を記録し続けている現状から、 ひったくり対策のパトロールに加えて、一時不停止や、信号無視などの速度違反以外の交通取締りや、比較的治安の悪い地域において、職務質問のためのケーラを行っている。福島県警特別機動パトロール隊において、青媒体が設置されていたことが確認されている。車種は、ホーネット250。アイロや住宅街におけるひったくり反追跡を可能とするため、 ホンダの CB400SF、SB やホーネット250といった小回りが利き、かつ追跡も可能な250から 400cc 程度の排気量を持つ国産の普通自動二輪車を採用している。車体色は青色とされるが、納入粘土や形式によって色味が微妙に異なる。スピーカーは比較的旧型なクラディオン車制スピーカーと、 現行の VFR800P など白バイに装備されているものと同型のパトライト射精スピーカーの2パターンがある。サイレン音は白バイ同様に高い音である。赤色灯は前面に向けてのみ点滅する方式の四角形 LED のタイプとスピーカーと一体になった回転灯タイプの2種類。後部は白バイと同じく手動伸縮式の回転灯を装備している。 リアボックスや無線機ケースも白バイ同様のものが同じレイアウトで装備されている。バンパーなどは白バイの装備に類似したものを使用しており、納入粘土によっては青バイ独自のものが装着されている。また、最小記録用に全天候型のスチルカメラを装備している。スピード違反の取り締まりには使用されないため、計測メーターは装備していない。CB400SF。 装備などは白バイに準じているが計測メーターは非装備。乗車する隊員は通常の制服に防塵直器を着用し、ヘルメットとブーツのみ白バイと同様に自動二輪車用の乗車装備が使用される。スピードの高い運用は想定されていないため、二輪用プロテクターは装備されないことが多い。ありがとうございます。